も、作者です。4月テーマは春。ほぼ毎年恒例でネタがなくなりがちですが、今月は謎の典型がありまして、コスモとテイルスを書きます。コスモって何度やって方、ソニック X の2期を見てくださいな。とんでもなく鬱が入ってるので注意してね。作者は最終回周辺で6回泣いた。机の曲線が結構難しいわ。主に1調整。そこから下書きを書いていきます。テイルス結構難しいのな。未だにうまく書けない。長路の形に苦戦する。デスクチュア貼っつけて。線画。ちなみにこの植木鉢についてはネタバレになるので言えませんぞ。背景に悩むのは毎年のこと。定番のヤシの木。色塗りへ。編集時にはすでに使用ペンを忘れてるけん。はみ出しを消す。それの繰り返し。とりあえず背景も全部塗って後で消す。謎に消された緑を修正。ムラなくすのアナログでもデジタルでも難しいのなほんと。空も塗る。投げつけて。ブレンドモード変更。ハイライト書いて。透過対策。日差し。なんか失敗した気がするなぁ。ミスティックルーインの背景風。春要素全くないので生やします。あくまでも風という言い訳をしておこう。合わないなぁ。吹かせる。開けてたとこに桜ごと風が日差しと共に入ってきた感じね。で完成。
例年より春要素なくて地味に不安だったけど無事掲載されてよかったわ。次回はゴールデンウィーク。ネタがないネタがないって言ってたけどなんか典型降りた気がするのでぜひご期待くださいな。ご視聴ありがとうございました。